宇宙の形は宇宙の幾何学を記述する宇宙物理学のテーマの一つの砕けた呼び名である。宇宙の幾何学は極小気化と大域幾何の両方からなる。宇宙の形は大雑把には極律と位相幾何学により分けられ、厳密にはその両方の範疇をはみ出ている。より形式にはこのテーマはどの三多様体が四次元の時空の共同座標の 空間区分に対応するのかを調べることにある。時空の形、宇宙の極立時空の極立とも呼ばれる。宇宙の形の考え方は、二つに分けられる。一つは、宇宙のどこでも、とりわけ観測可能な宇宙の極立に関連した、極所気化であり、もう一つは、観測可能とは限らない、宇宙全体の位相期科学に関連した、対域期間である。宇宙研究者は、 通常、共同座標系と呼ばれる、時空の空間的スライスを扱う。観測の点からは、観測可能な時空の区分とは、後方の光円水である。距離速度の項を参照されたい。関連する用語である、ハッブル体積は、過去の光円水か、最後に散乱した表面に一致する共同空間を、示すために利用される。特殊相対性理論の観点からは、 同時性の課題のため、宇宙の形という考え方は認識が甘い。同時性の課題からは、異なる場所で同時にという表現は許容されないため、様々な場所のある時点における宇宙の形という表現も許容されない。もし観測可能な宇宙が宇宙全体より小さいなら、観測者は観測により宇宙全体の構造を決定することは叶なわない。 観測可能な宇宙は小さなパッチに過ぎない。また、もし観測可能な宇宙が宇宙全体であるなら、観測者は観測により宇宙全体の構造を決定できる。さらに、もし宇宙がある次元では小さく、またある次元ではそうではない。つまり小さな閉じたループであるなら、観測者は宇宙に多面的な像を見るだろう。極所期間は観測可能な宇宙における。 二二の点の極律である。超新星や宇宙マイクロ波背景放射といった多くの天文学的観測は観測可能な宇宙はほぼ一行、東方であり、また加速膨張していることを示している。一般相対性理論では局初期化はフリードマンルメートルロバートソン・ウォーカー計量により表される。この模型はフリードマン方程式により表され、 流体力学に基づいた、すなわち宇宙を完全流体として解釈した、宇宙の極立をもたらす。構成や質量の構造を、ほぼ FRWL な模型が利用されるが、観測可能な宇宙の局所期化の推定には、厳密な FLRW 模型が利用される。言い換えると、すべてのダークエネルギーが無視されるなら、 またすべての物質は均一に分布している仮定すると宇宙の極率は宇宙に存在する物質の平均密度を評価することにより決定されるこの仮定は以下のような観測により支持されている宇宙の不均質性と違法性は弱くおおむね均質的、東方的である均質、東方な宇宙は極率定数のある空間幾化を可能にする 一般相対性理論と FLRW 模型からは極初期化における密度変数オメガは空間の極率に関係しているということが示唆される。オメガは宇宙を臨界エネルギー密度で除した宇宙の平均密度である。すなわちオメガが1であれば宇宙は平坦である。空間の極率は空間座標においてピタゴラスの定理が有効であるか否かの 数学的に表す。以下の例では、局所的な長さの関連を表すために、ピタゴラスの定理の代わりとなる式が必要である。オメガイコール1以外では、ピタゴラスの定理は有効ではない。しかし差異が検出されるのは、三角形の一辺の長さが1026程度の差しの場合のみである。もし小さな円の外周と直径を測り、円周を直径で除するなら、 三つの気化では、すべて、π が得られる。しかし直径が大きくなると、オメガイコール1以外の空間では、この章は π から離れる。超新星事象を利用した宇宙と時空の物質、エネルギー密度の天文学的測定は、空間の極率は0に近いことを示唆している。これは、時空の極初期化は、時空の間隔に基づいた相対性原理により導かれるが、 近似的に有名なユークリッド幾何学による3、空間から導くこともできる、ということを意味している。ジャンピエール・ルミネは、宇宙背景放射のデータから曲がった、正五角形による十二面体構造をしていると、主張している。ありがとうございます。